エバ停留場は、広島市中区エバ西一丁目にある、広島電鉄エバ線の路面電車停留場である。駅番号は E6。同線の終点である。エバ線の建設が開始されたのは、太平洋戦争下の1943年のことで、ある。軍の要請により、エバ地区に建設されていた、三菱重工業の広島造船所への通勤輸送を、 目的として建設され、同年12月に船入本町、翌年6月には船入南町まで路線が達した。しかしその翌年、1945年8月6日に原爆が投下され、エバ線をはじめ広島電鉄の市内線は、普通となる。エバ線は、エバ地区まで到達することなく、終戦を迎えた。路線が、 船入南町から延長され、東停留場が開業するのは1954年のことである。当時は、エバ口停留場と称していた。エバ停留場への解消時期については、諸説ありはっきりしない。船入り通りの上に敷かれてきた、エバ線の併用軌道が通りから外れ、路地へと差し掛かったところに、ホームが設けられている。 ホームは2面あり、2本の線路を挟み込むように、向かい合って配置された相対式ホームである。停留場の先にエヴァ車庫があって軌道はそのまま車庫の場内に続いており、車庫よりにはシーサスポイントがある。ホームは上下とも歩道と一体になっている。起点から見て、線路の右側に土橋方面へ向かう上りホームが、左側に校車専用の下りホームがあり、 このうち上りホームには屋根が掛けられている。かつては歩道をそのままホームとして使用していたためにホーム口が低く超低床車両であっても乗降口とホームとの間には段差が生じていた。また下りホームにはホームと呼べるような構造物もなく電車の降車扉の位置に合わせて歩道に柵がない箇所がありそこが降車口として機能するのみであった。 これらの不便を解消し、安全性を確保するため、2014年には、停留場の改良工事がなされ、上下ホームの15センチメートルかさ上げと、下りホームへの安全地帯設置が行われている。当停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、6号線、8号線、9号線が乗り入れる。このうち9号線の運行は、 従来白島線内で完結していたが、2013年に、八丁堀から本線へ直通するようになり、東停留場まで運行が延長された。エバ車庫停留場の南西には、エバ車庫があり、広島電鉄の電車と、広電バスのバス車庫が併設されている。バス車庫の敷地内には、マックスバリューエバ店が店を構えている。エバ線の当初の目的地である造船所は、 三菱重工業広島製作所エヴァ工場として現存するが、南に1トルほど離れている。開通当初より延伸が計画されているが現在に及んでも実現しておらず、工場まではバスに乗り換える必要がある。広島県駅乗降客数。2021年3月14日閲覧。AB、広電が走る町混く 日本鉄道旅行地図帳では1月8日とするが、広島電鉄開業100年、創業70年市433ページでは1月7日。AB、広電が走る町根弱111から114ページ。AB、地域の発展を支える、企業第7回、三菱重工業株式会社広島製作所、エバ工場。エネルギア地域経済レポート。中国電力。 2016年9月30日閲覧。ABC 広電が走る街今弱150から157ページ。AB 今尾圭介日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年38ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。AB ヒロデンが走る町根尺では1968年以降、日本鉄道旅行地図帳では1959年から1962年までの間、山陽、山陰ライン全線、全駅、全配線では1963年。ABC、電車サービス工場計画。広島電鉄。2016年9月30日閲覧。ABCD 川島慶造。 全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、103.108ページ。ISBN 978から4から794217110。E、ABCDEFGH 川島慶造、山陽、山陰ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年。 15.83から84ページ。ISBN 978から4から06から29万5157から9。新型調停商車両線形の営業運行開始について、広島電鉄オリジナルの2015年3月17日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v a r c h i v e o r g w a v 2 0 1 5 0 3 1 7 2 3 5 5 5 8 h t t p h i r o d n c o j p ュ o ュー t ラ n e w t o p i c 1 3 0 1 0 3 h t m 1 3 2 0 6トレーン2016年9月27日、閲覧 ありがとうございます。